あたりです。4月の26日東京ドームシティアトラクションシアタージーロスト手裏剣戦隊ニンニンジャー公演第2弾圧死の出番新戦士スター忍者参上見てまいりました。はい、一言で言わせてもらえばめちゃくちゃ面白かったです。本当に面白かった。もうこれぞジーロストっていうような公演でした。はい、まあね、もうね、大いに笑わせていただいた。うん、まあ、何に笑ったかってスター忍者が出てきてくれて活躍してくれるんですけども、まあ登場の仕方が超派手。シアタージーロッソ史上最高に派手な登場の仕方かもしれないってぐらいね、本当に派手だった。まああのちょっと、まあ、言わせていただくんですけども、客席の上空から現れてくれるんですけども、まあ登場するじゃないですか。僕がえ、どこだどこだどこだ、見つけたそういう登場の仕方をしてくれました。あの見に行った方もね、あれは笑っちゃうっていうぐらい本当に派手な登場の仕方をしてくれました。まあただ活躍はねものすごくかっこよかったし、まあただテレビ本編でまだ出てないから、どういうあれなのかなっていうのはね、未だにまだちょっとつかめてないっていうところもあるんですけども、シアタージーロスト第2弾とても面白かったです。はい、第1弾よりも確実に面白いので、はい、まだ見ていない方は、見に行ってください。で今こちら4月の25日から5月の、6日までかな、6日まで、はい、ニンニンジャースタンプラリーというのをやってます。東京ドームシティの中にニンニンジャーの、はい、6人のスタンプがありまして、これを、ね、押して、会場に行くと抽選会、こうガラガラを回してね景品がもらえます。はい、ちなみに僕は3箇所だけでした。3箇所のポカリスエットだけもらってきました。でさらに、スタンプラリーをクリアした方全員にこちらのスタンプラリー認定証をくれます。あなたは忍ばずにニンニンジャー全員のスタンプを集めたので、ここに見習いニンニンジャーとして認定いたします。これからも東京ドームシティにニンニンジャーを応援しに来てください。ありがとうございます。見習いニンニンジャーになりました。はい、というわけで、26日まで結構ね、なんかねいい景品が当たるはず。1位とかだとね、1等賞だとこの東京ドームシティホテル、東京ドームホテルかに宿泊できるとか、なんかそんなんじゃなかったかな、書いてないんだよね、うん、あれだけど、はい、まあ、そんな企画です。よかったら検索してみてください。はい、で、本日、シアタージーロストで視聴者の方にね、お会いして、なんと差し入れをいただいちゃいました。ありがとうございます。はい、中身がですね、ニンニンジャパンボールドーナツ、こちらが2ついただきました。ありがとうございます。そして黒糖蒸しパン、これなんか新商品らしいね、うん、相変わらず僕の周りの店にはどこも置いてないですね。はい、黒糖蒸しパンありがとうございます。ちょっとね、黒糖蒸しパンをね今から1個食べようと思います。でね、ニンニンジャーのプラスチックカードガムの僕が持ってないカードもくれたんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたく頂戴いたします。はい、でですね、そのこの差し入れをいただいた方なんですけども、先日 YouTube でチャンネルを開設したそうで、宣伝させていただきます。はい、僕も動画を見させていただいて、ラジオ形式でね動画を出していくようなので、皆さんはよかったらそのラジオを聞いてね、投稿などもしてあげてください。はい、斉藤文和さんのチャンネル、下にもリンクを貼っておきますので、まあ、よかったら、見に行ってあげてください。はい、黒糖蒸しパンいただきます。シール、シールだけついてるの、ニンニンジャーシールだよね。全20種類ってことはラインナップは変わってないのかな。うん、じゃあちょっと、あ、すごい、うわすごい蒸しパンの匂い、も蒸しパンじゃない、黒糖の匂いがする。果たして美味しいのかどうか、美味しくなかった時に美味しくないって言いづらい雰囲気だけどもいただきます。はい、
うん。シールを開けます。行きます。こっちかな。行きます。せーの、じゃん。青忍者手裏剣。ヒュー。はい。というわけで、やりました。明日の朝ごはんにもなります。はい、それではまた次回。バイバイ。はい。